い、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、キャンプに来ております。ピカ八ヶ岳明野さんという、キャンプ場に来ておりまして、快適キャンプを現在行っております。で、前半の動画を見ていない方がいらっしゃいましたらですね、まずは概要欄の方から前半を見ていただけると嬉しいです。私ですね、シャワーを浴びて体をきれいにして一睡もしてないので、今から仮眠をね取ろうかと思ってます。ほんと快適、やばい。エアコンついてる、シャワーある、ウォシュレットついてる、トイレに、そして一人3,200円、400円かな、最高でございます。というわけで、あの後半の最初なんですけれども、おやすみなさい。おはようございます。午後6時ですね。起きんのきつかった。施設がね整ってるだけに熟睡しちゃうんですよね。もう2時間とかで起きんのほんときつかった。なんかもう起きた時の寝不足感がねすごい。ハンモックとかで1時間とか寝た時の気持ちよさじゃなくて熟睡しちゃってるからね、もう起きんのがきつすぎた。急いで焚き火とあれだな、晩飯の準備じゃ。本日は久々にですね、この南部鉄鍋使っちゃいますよ。夜はね12度ぐらいになるらしいので、夏の夜にね、鍋をいただくという贅沢なことをしたいと思います。やばい、セブンイレブンで買った着火剤がすごい燃える。1個でよかったな。これ滝見えないかも、ぼやけちゃった。これ全然使ってないんですけどね。これ100均より全然いいな、こっちの方が。ただね、灯油っぽい匂いしますね。灯油ストーブっぽい。続々と材料たちが揃えられてきましたね。今日作るのは、このごま豆乳鍋ですね。種類がそこまで売ってなくて、これしかなかったので、まあ、これね食ったことあるんで美味しいの分かってます。そして、お肉も食べたかったんでこのセットも買いました。あとはネギみじんですね。最近流行りの、ちょっとめんどくさいですけど、これあるとね、焼肉のね、幅が広がりますから。とりあえず鍋を作らないと、テーブルの上が綺麗にならないので、作っちゃいます。あ、すっごい。はい、とりあえず置き終えたので、あとはグツグツと煮えるのを待つばかり。うまそうすぎる。完成の時の動画撮り忘れましたけど、食べまーす。見た目が。ではいただきまーす。美味しそう。これ家で食った時はね、かなり美味しかったんですけどね。いただきます。うまい、うまい。結構あっさりします。
最高。いやーこの時期の鍋ほんと贅沢。もうね今だいぶ肌寒くなってきてるんで染みますね体に。じゃあねもうちょい食べてからにしようと思ったんですけど、いっちゃいますわ。プレモル、お腹がすっごいなってる。あー染みるんですよねこいつがまた。いただきます。ネギみじんとね、なんとかソルトと唐辛子、鷹の爪、胡椒をね乗っけて贅沢トッピングしていただきます。これね絶対美味しい、もうわかる。いただきます。うん、超うまい。やばい、食べてみんな早く。マジでうまい、やばい。じゃあこちらの焼肉セットも焼いていきます。びっくりするぐらい肉が薄い980円のセットですね。これスーパーによってクオリティの差相当出ますね。はい、ではいただいちゃいます。ちょっともう混ぜちゃいました。でこれはねこのソースはいただいたソースですね、こちらのキャンプ場で。で、ネギみじんを乗せていただきまーす。うまっ。ていうかこのソースが本格的。うまいらっしゃいますね。焚き火も開始しちゃいました。まだね8時前ぐらいなんですけどね、この静けさはねいいですね本当に。時期的なものでしょうがないですけどね、虫がすごい。もうおとりの光用意しとかないと。鍋とかね、肉の中に突っ込んでくるから、この時期はこれが嫌ですね。こんな涼しいのに。全然お酒飲んでないですけどね、チェックアウトが10時と早めなので、ある程度、全体的に片付けてから、まったりタイムしたいと思います。時間の流れが早すぎる。このポータブル扇風機が本当に便利だぜ。あいえいえ、まったり焚き火の時間ですね。今日はとりあえず焚き火を眺めつつですね、なんかみんなそんなにお酒進んでないんで、あとはテラスでゆっくりするか部屋の中で軽く飲んで語らう感じですかね。静か、ほんとここ好き。はい、ある程度片付けも終わってみんな中入ってきました。なんかちょっと疲れちゃったな。快適ですわ、中はソファーもあるし、このコテージの部屋飲みもね、また雰囲気最高ですわ、本当に。たまには、たまにはって言っても、たまにはではもないけど、コテージ飲みもいいですね。では少し飲んで寝たいと思います。
おやすみなさい。おはようございます。朝7時でございます。すごく気持ちのいい朝でございます。雨降ってないな、よかった。いや、ほんと気持ちいい朝ですね。お散歩したくなる。すぐお散歩したいですけどね、時間もそんなにないんで。シャワー浴びて、一気に片付けしちゃってから、ゆっくりしようかなと思います。はい。シャワー浴びました。もうね、シャワーほんといい、すがすがしさレベルが違いすぎる。トイレシャワーほんと嬉しいですね。じゃあここから本気でこれすぐに片付けちゃいます。聞こえますか？今本気ですぐに片付けますと言った瞬間に雨が、しかも結構強め。もうなぜ、ほんとポータブル扇風機便利やわ。あい、もう終わりましたね。もうゆっくりやっても20分ぐらいでほぼ片付け終わりました。ゴミ捨て行って、朝ごはん食べようと思います。はい、朝ごはんのしじみ汁ですね。片付けも終わって、もうチェックアウト時間が迫ってきてるんで帰ります。はい、ピカ八ヶ岳さん出ました。窓が結構ね汚れちゃいましたね、あの山林なのでね。本当によかった。ここはまたオフシーズンはね、平日に限り絶対に来ます。絶対に来ますね。いやー、今からちょっと天気がね悪くなるみたいなんで、幸いいる時はね雨そんなに降んなくてよかったんですけどね、あとは軽く観光して帰ろうかなと思います。もうね、本当に早く落ち着いてキャンプができる日がね来るといいんですけどね、ではここまでご視聴いただきましてありがとうございました。よかったらですね、チャンネル登録と高評価を押していただけたら嬉しいです。ではまた次回の旅でお会いしましょう。